BMW M54 エンジンの外観 BMW M54 エンジンはストレート6、シルキー6と呼ばれる BMW の当時の主力エンジンであり、M52 エンジンに置き換わる形で2000年から2006年まで生産された。テクニカルアップデート版の M54 エンジンはなく、M54 エンジンは7年間にわたり同じ形式で生産された。 BMW N52 エンジンが2004年に開発され、M54 エンジンは徐々に後継機種に置き換わっていった。E46M3 などに搭載された S54 バイト32についても言及する。前型の M52TU エンジンと M54 エンジンの大きな違いは、フュエルリターンシステムがないこと、機械的補助機構なしの電子制御式スロットルであること、 電子式サーモスタットの搭載アルミニウム製ブロックとシリンダーの採用デュアルバノスと呼ばれる吸気排気量カ無シャフトへの可変バルブ機構であること可変吸気機構を備えている点などが挙げられる点火プラグが M52 が2極スパークプラグだったものが M54 エンジンは4極スパークプラグとなっている M52 エンジンと M54 エンジンは 外見上をインテークマニホールドの形状で見分けることができる。M52 エンジンのインテークマニホールドは、肋骨のように細いインテークパイプがカーブを描いて、加工して集合しているのに対し、M54 エンジンは水平方向にフラットで太い、インテークパイプ形状である。また、手前補キカバー下のカムシャフトセンサーが、M52 エンジンでは1個、M54 エンジンでは、 デュアルバノスになったためにこついている。他、M52 エンジンは、エンジンルームを前から見て、左側にエンジンコンピューター診断用丸型20、ピンコネクタがあるが、M54 エンジンから廃止され、室内運転席側に、OBD2 が設置されている。以上の3点を除くと、M52 エンジンと M54 エンジンを、外見上見分けるのは難しい。なお形式上は、 M52 エンジンと M54 エンジン排気量は被っていないため M52 エンジンと M54 エンジンはその排気量で見分けることができる。M54 エンジンの欠点は高温時にラジエーターサブタンクが破損しやすいこと、アイドリング時に頻回にエレクトリックファンが回転し室内でもかなり響くことである。M54 エンジンは M52 エンジンからのマイナーな変更に止まり、 エンジンサウンドや回転特性は M52 エンジンと M54 エンジンはかなりよく似ている。2171cc の M54 バイト22エンジンは最高出力 125kW を 6100rpm で発生し、210ノルマルメートルのトルクを 3500rpm で発生させる。搭載車両。 2494cc の M54 バイト25エンジンは最大出力 141kW を 6000rpm で発生し 245nm のトルクを 3500rpm で発生させる。搭載車両 2979cc の M54 バイト30は M54 エンジンシリーズの中では最大でストロークは 89.6mm 出力は 170kW を 5900rpm で発生し、トルクは 300nm を 3500rpm で発生させる。カナダやアメリカでは、M パッケージでこれ以上の出力が出せるものも市販されている。このエンジンは、医療カムシャフトとエンジン制御で 175kW を 5900rpm で発生させ、同時に 301Nm を3500。 RPM で発生させることができ、レッドゾーンも 6800RPM まで回転する。M54 バイト30はワード S10 ベスト、エンジンズに2001から2003年までリストアップされていた。搭載車両、BMW z 4 m クーペに搭載された S54 バイト 32E46M3 に搭載された S54 バイト 32S54 は M54 の ハイパフォーマンスバージョンであるが、シリンダーブロックは、アルミ製の M54 ではなく、強度に勝る E36M3 に使用された S50 バイト32の中鉄製シリンダーブロックを使用している。S50 バイト32も S50 バイト30を、ボアアップして、シリンダー計 86.4mm としたエンジンであり、もともとシリンダー感は狭かったが、 s, s 5 4ト3 2ではそれをさらにボアアップしてボアを86.4から 87mm に拡大し若干ではあるが排気量を増やしている s 5 0ト3 2との共通の部品は4つのみデブリミットは8000回転という高回転型エンジンでピストンにはグラファイトコーティングが施され単造スチールのコンロットやクランクシャフトなどは 新規に設計された。クランクケースは高出力に耐えるためにネズミ中鉄製が用いられている。吸気系、排気系ともに無段階の可変バルブシステムが採用され、吸気ファンネルやインバニーの形状には、回一で培った技術が使用された。排気系はダブルフロー構造でオールステンレス製とされた。 最高出力の343馬力は7900回転で発揮される。最大トルクは 37.2kgm、4900回転。E46M3、Z3M クーペ、ロードスター、また E85Z4M ロードスター、E86M クーペに搭載された。S54 バイト 32HP エンジン S54 バイト 32HP は、 S54B32 の高出力バージョンで2003年2383台のみ発売された E46M3CSL で使用された。多くの部品は S54B32 と共通でエンジン本体では排気側のカムシャフトの変更と軽量化された排気バルブが採用されたのみであるがエンジン内部の可動部品の表面処理によって 内部摩擦の低減が図られている。他の変更点としては、高級乳カーボン製インテークの採用と、吸気量センサーの変更が挙げられる。駅間にも変更されている。ありがとうございます。